ラクトとかもね、2本だって普通に絡まっちゃってる。おすすめは1本買います。で、ごめんなさい、船宿の仕掛けがちょっと今お手伝いですけど、お借りしてると船宿の仕掛けですと、1回持ってきますね。あります。あ、ここからっていうところなのに輪っかがついてます。その輪っかをこのスナップのところに通してもらって戻す。で、ずっとゆっくりほどいていっていただくと最後にまた同じようなスナップがありますので、そこのところに重りをつけるような感じ。そうするとこの先からずっと糸が出て一番下に重りがついて、途中から針がピコッと横に出ていく、そんな形になります。で、その針の先に餌をつけるという感じな形になります。すみません、ありがとうございます。触るか触らないか、押さえておくと、余分に糸出ません。で、
ここに着くと自動的にもう人が止まりますから、そしたらこれをパタンって戻してあげて、イメージをしながら戻してパラパラパラっと行って戻っていきます。でそこに着くともうこういう形で止まりますので、そしたら戻す。で一回巻いてあげて、ぐーっと竿を落としてぐーっと戻す。でキスは海底にいる魚なんで、重りが宙を離れてたら絶対釣れません。必ず重りを引っ張るんです。一番理想なのは重りが立つか寝るか、このギリギリの状態をして海底で切る。で、当然重りがそういう状況って分かんないんです。竿先を見て常に見てもらっていると、竿先がまっすぐになるか曲がるか。今日風がちょっと強いので分かりにくいかもしれないけど、竿が曲がるか、まっすぐになるか。このギリギリの状態を常に。で、ちょっと日によって違うんですけども、まず最初は15、そこに重りをつけておいて、一回ゆっくり上げます。で、頭の上までぐーっと腕を使って、ぐーっと上まで上げて、またゆっくりぐーっと下ろしてます。で、また回転できます。で、一番、ちょっとどっち側からいいのは、こう、滑水が高いと、この重りがそこについた状態で、魚がこうやってブルブルっていくんで、ブルブルブルって操作になります。で、分かったら竿をちょっと起こしてください。一番当たりが出るのは15数えて竿をグーッて上げた時にブルブルブルっと落とすっていうのは、海底についた状態で魚が加えてるんですけど、自分で持っていかない、泳いでも持っていかない状態、加えた状態でじっとしてる場合があるんで、そうするとゆっくり起こしてあげることによってありがたりします。で、この時にバシッて絶対やらない、常にゆっくり、常にゆっくりぐーっと起こしてます。で、下ろす時もゆっくりで、下ろす時は特にゆっくり下ろして、竿先を見て、竿先を見て、これを常に意識する。で、最初の15分か20分は、初めての人は重りがちゃんとそこについて、そこを取れてるから、これを覚える。そのためにやる。で、そこにがちゃんと取れてれば、ずっと釣れますから、何匹かは釣れますから、もう釣れないのはそこが分かんないし、あと1本2頭ないし、そういう状態で、日本針なんですけども、なんで日本針をお勧めしてるかというと、基本的には日本針で潮が流れてたら、その高さに潮は泳いでこないんです。で、日本針で初めての人が釣れちゃうのは、2頭に踏み出すんだなってわけ。基本的には日本針の海底ギリギリの基礎を泳いでますから、日本針でしっかり体を取れてから日本針に入ってます。なので日本針で釣るのは、遠くに投げた時に糸が初めてこう斜めになって、上の針が先の水の層に入って初めて釣ってますから、初めての方に日本針をお勧めしているのはなぜかというと、とにかく餌を早くつけて仕掛けを回転に入れる、この時間を長く、この時間が短いと釣れません、はい。で、当たったらみんなに釣って、一番いいのは竿を常に平らにしてもらう、回転で、なんで回転にしても平らにしてもらうか、船が多少動いたりするので、糸が引っ張るんですよ、重りがそこから離れちゃいそう。竿先をこう下ろしてあげて、ある程度調整で、調整できない場合はまた糸を出して、で、糸を出したら必ず1回ゆっくり上げて、ゆっくり下ろして、そこから確認する。で、ゆっくり上げてゆっくり下ろした時に糸がたるむようだと思って、こんなイメージです。で、私一緒に乗ってきますから、使い方分かんなかったらご案内します。事故だけないように気をつけてやりましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。これちょっと竿今変えます。はい。